機の PR イベントが行われました。長崎市の商業施設で行われたイベントにはおよそ300人が訪れ、長崎県出身で J リーグの名誉マネージャーを務めているタレントの足立梨花さんが PR に訪れました。このイベントはビファーレン長崎のホームの試合での観客動員数が1試合目標のおよそ7600人を大きく下回っていることから、一人でも多くの人に観戦に訪れてもらおうと開催されたものです。楽しめるんじゃないかなって思います。もちろんこうゴール入った入らなかったとかそういうので盛り上がるのも楽しいし、スタジアムに行ってサポーターの皆さんが声を出して応援してるのを聞くと、なんか胸が熱くなってくるというか、こっちもドキドキしてくるというか、そういうところがこう J リーグの魅力なんじゃないかなって思います。会場にはビファーレン長崎のマスコットキャラクターのビビ君も登場し、足立さんはビビ君から贈られたチームのタオルマフラーなどを早速首にかけていました。これ明日つけていくね。皆さんもこうもっともっと J リーグを好きになって、ビファーレン長崎を好きになってほしいなと思うので、明日はぜひその現在6位のビファーレン長崎はこのあと午後1時からホームの諫屋で7位の栃木 SC と対戦します。